ここで一句、おせんべい食べてたら、胃もたれした。は。皆さん、JJJ ってご存知ですか？そうなんですよ。その通りです。脳年齢7なんです。まあ、JJJ なんですけども、今から約3年前、ウィニングイレブン2018においては、なんと、覇権とウニを握っていたんですね。まあ、おそらくそれを聞いたときですね、いやよくわかんないよ、みたいな。なんで JJJ が流行ったのって思ってる方たくさんいると思います。2018以降にウィニングイレブンのアプリを始めたい人たくさんいるから、それはあると思います。それではね、僕が代わりに説明をしましょう。なぜ JJJ が流行ったのか、それは、圧倒的なまでの J の数なんですよ。1監督 3J は当時やばかったんです。本当にそう、ウィニングイレブン2018はもうとにかくスカット内でどれだけ J を詰めるかだったんですよ。もうあのパズドラでいう列強化みたいな、列強化どれだけ詰めるかみたいなね、なんかあのミシュランでいう星みたいな、もうどれだけ星取れるかみたいな、もうとにかく J を詰めと、もう J を積んだらそのうち自分に返ってくると言われてた、そんな時代がウィニングイレブン2018なんですよ。なんでもう当時はその JJJ って圧倒的 J を保有した監督がいて、そこに J を積み込んで、それで覇権を握ってたんですけど、これはあくまで2018までの話というところですよね。まあ、その後2019、2020ではもう JJJ は出てこなくなってしまい、 J の時代が終わったと思われていたんですけども、なんと2年の時を経て再びウィニングイレブン2021年 JJJ の時代がやってきたんですよ。もうなんかもうジョジョみたいになってますけどね。もうね、もうなんか時超えてみたいな、第2期スタートみたいになってますけどね。じゃあこのウィニングイレブン2018で覇権を握ったこのスカット、果たして2021はどうなのかというところは皆さん気になりませんか？そうです、今日の企画は2018で覇権を握った J 多重スカット、2021においても無敵説、純松本。そうなんですよね。もう分かってくれたと思いますけど、今日はね、もうあの、クソ企画です。でも、やりたかったんですよ。もし代わりに、俺の代わり誰か J 多重使ってたら、俺絶対後悔するなと思ったんで、もう先に潰しときました、J。オセロの角みたいな感じで、もうなんか取られたら絶対後で後悔するから、もう先取っちゃいました。はい。この J 多重使ってね。いや、もう増やしたいでしょ。JJJ なんて言われたら、じゃあ J4、J5 見たいみたいな、スーパーサイヤ人みたいな、スーパーサイヤ人3見たら4、5見たいみたいなね。それですよ。まあもう分かってると思います。ですけど、要はスターティングメンバーがジャン、はいジョー、はいジョー、はいジェ、はいジョー、ジョー、ジョー、ジェ、ジェ、ジョー、あ、10 もうスターティングメンバーで J11個積んどいて、こっから怒涛の JJJ ということで、14J のスカットを組みました。もうやばいですよね。もう普通に組んでたら 14J なんて絶対無理ですから、もう間違いなく強いんですよ。というわけでね、もう早速もう数の暴力というか、もう J の暴力で、ウィニングイレブンから覇権握っていきたいと思います。早速やっていきましょう！レッツジョー！令和チャンネル現在、バブレルおっぱい募集中です。さあ今日のお相手はこちら、ローマのかき氷。まあ今俺がすりたるおっぱいなんかかき氷でも平らげてしまおうではないかという話だ。それでは早速行きましょう。君たちの調子はこんな感じ。なあ J に会話おらんのやぞ、お前。しっかりもう一人の J として責任を持ってくれ、ちゃんと。てか、リバプールの J 率高くね？あ、てか、なら俺、チーム名にゃんじゃなくて、ジャンとかにすればよかった。ジョーダン・ヘンダーソンで J で、これで J 来て、ここ J 来て、どこに通しても J が来る。J が来て、で、一回 J 挟んで、J からの J で、ジョレン、いや、惜しいわ。悪くはないですね。いい感じに、こう、前線まで上が、いや、前線まで上がれてこれてますね。あと、普通に JJJ がどんな監督か俺まだちゃんと分かってないんで。確かに、こいつがカウンターかポジションか分からんわ。冷静に考えたら。ただ J 積んだだけで、こいつのこと何も知らない、この監督のこと。やばい。え、危ねえ。ジュバがしかボール持っていいですね。このジュバの圧倒的フィジカル、これ使っていきましょう。フェリックス、一気にジュバにストーン、これはいけるじゃん、オッケー。いや、フィジカル強いから、出ろ。あ、バカ、嘘。カンセル調子悪いもんな。余裕で置いてかれるんじゃん、これ。余裕で置いてかれてます。これはまずいです。これまず、危ない！ナイス！さすがドナルマ。この J は一味違う。バカめ。それはジョフサイドだ。ジューバー。サイド。フェリックス。ここ一気に上がろう。ここ一気に上がろう。一気に上がって、ちょっとドリブルして。うん、いい！いい J。これ前向こう。ドリア !J!J ならいける！と見せかけて、何これ、え、は、え、なに、え、これマジで何、なんか攻撃無効化されたけど、なにこれ、え、トラップカード発動したの、もしかして。冗談変なやつが来てますね。いい冗談。ジェリクス、ジェリクスじゃない。もうめちゃくちゃなってる。畜生、一体何が足りねえって言うんだ。こ
だけたくさんの銃をかき集めていながらもまだ足りねえっていうのか。ちくしょう、こんな時によ、ただの J じゃねえ、令和チャンネルと関わり深い J はいねえのかよ。そのために俺は名を捨てたんだ、令和。その声はまさかリオネル・ピケ。おい、リオネル・ピケ待ってくれ。お前はリオネル・ピケ、どこにも J がないじゃないか。違う、私のマナコ、ジェラール・ピケ。ジェラール・ピケ、つまり J。 弱体化してジェラールになってしまったが、逆に J を手に入れたという考え方もできる。そして我らがジャーメイン・ヨシ、そしてヤオ・ジェルビーニも投入していくぜ。ジェルビーニ行け。今日はあえてヤオさんではなくジェルビーニと呼ばせてもらおう。ジェルビーニ、お前のダブルタッチを見せてやれ。そう見せかけて上がってきた冗談編だぞ。ジェルビーニ、冗談編だぞ。ジェルビーニ、冗談、絶対、ジャーメイン、ギアラーくそ他の良さを得ている。冗談で、いや、無理か、なら、誰か拾え。おい、J 同士の結束ねえな。おい、ちょかちょか頑張れよ。これはちょっとフィジカルなんとかしてくれ、さすがに。さすがにフィジカルなんとか、なんともなの。あ、やばい、無理だろ。外れた、すげえ、めちゃめちゃクソゲー。え、なにこれ、急にペナルティエリア付近だったら中華系になる。なんなんこれ、最近のウィニングイブ2021。冗談。からの J。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 うりゃー。くらえ、これが怒涛の 5J。かせろ。やべ。ナイス、ファール取らないでお願い。ちょっと泳がせた、なんだバカめ、アラバなんかに決めれるか。俺はこの時間使って水分補給させてもらうよ。もうほんまに決めんのかい。やべ、やっべーってことはないんだよね。なぜならたくさんの J がいるから、一人 J が抜かれようがもう一つ J が出てくる。そして JJJ もテンションが上がって結果的にチーム全体の雰囲気が良くなるというパターンですよ。これはなんとかなる。よーし、素晴らしい、みんなで一つの J だ。ちょ、待って、きた、うま、うま、こいつジョレンテ、うまっ、うわっぺなんて、置いてっちゃえ、いいぞ、置いてっちゃえ。いや、死んだ。殺された、俺たちの J が。バカめ、普通の、まあ、皆さんの持ってるね、JJJ よりもはるかに強いということは分かってくれたと思います。その上、僕は演出のために、あえて戦力を隠していました。ヤオさんはね、どっちかというと J というよりは Y なんで、やっぱその戦術適応率若干低くなってるというところは、まあ、ちょっとネックですね。ジョン・ジョ・シェルビーもね、一人で 2J なんですけど、こいつの戦術適応率が低くて、まあ、あまりにも自分もやっぱり 2J だっていうところでちょっとプライドがあって、JJJ となんか反りが合わないみたいな、あの、悟空とベジータみたいな感じで、ちょっとなんかその戦術適応率が低くなってますね。マジでフェラチオで抜いてくれる方募集中です、お願いします。フェラチオで抜いてくれる方募集、相手どんな感じ。824ですか。レーティングは高いだが、私の潜在能力はレーティング700ではなくレーティング1300。幼少期の孫悟飯みたいなものでね、君なんて私からしたらただの格下というわけだ。さあ皆さん行こうか。なあ、ここは一つ、この男。もう一人ですね、マルコス・ジュニオール。 J リーグかつジュニオール、これはかなり期待ができますよ。ジュニオール、ちょっとずれた。いや、J さ、たまにさ、うまいこといかんくなる。やめようぜ、マジで。俺ら。もっとしっかり、結束力こそが全て俺たちの。やべ。じゃあ、間に合わんかった。しっかりボールを前に運んでいきましょう。立て。いや、いかんか。クソ、穴が入っちゃった。ナイス、多すぎ、左蹴り。ハンマーバケおった。ちょね、ジェラール、危ない。ここで一気に、カウンターじゃ。しゃっ、ジュニオール。落ち着け。いいジュニオール。10番。そう、フェリックス。ここだ、J の授乳。授乳、はい、間切ります。間を切られてサイドにパス。それは全て俺の手のひらの上だということに奴はまだ気づいていないらしい。ジェラール行け、ジョン。あー、ダメだ、もうカーセルがジョアンの時点で終わり。ここで J 使う。やめて、うわ、ここ出せんか。ナイス、ジョアン。素晴らしい、お前こそJを代表する若手だ。ここ完璧でしょ。ヘイジュニオール、うわあ。はい、いいパスですね。いや、これ絶対通らんと思った。通った。ジュニオール、ジューバー、これあえてフィジカルを使って前を向いてしまおうという作戦だ。ジュニオール、あがあがあ、お前ずっと消えんさ、将来お前は。サッカーなんてやんな、慣れてこすんな、ヤムチャみたいに。
スポーツ界に顔出すな。ジャーメン行こう。あえてこれ校長のジュバを押しのけてジャーメン行きましょう。ちなみにこのジェイスという男、監督とも名前が似ているということもあり、最もこの JJJ との相性がいいとウィニングリム2018から言われておりました。その力見せてくれよな、ガブリエウ。よし、ジョーゴメス、はっ、ジョーゴメス、はっ、なんそれ、キックベースか、おいおい、お前それワンストライクとかないから一発でワンアウトよ。ちなみにジャミー取り返せー、もうダメだこれはキープ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 サイド、やば、見るな、はい、見るな、来て、もう言ってんじゃねえかよ、さすがジェイス。そしてここだ、ジャバー変だぞ、サンチョチョ、もうこっちですね、変だぞ、いい動きだジェイス、よく見た、んやジャーメイ、ジェイ、マジでなんで入らんの、おい、ちょ待ってくれ、全然入らんだけど、何これ、なんかあれが条件突破すないけない道みたいになってるけど、うりゃリアハハハ、何絶対に通してくれない NPC 何来た、これ入る、よしよしよし、 OKOK、 まだ諦めるには早すぎる、うん、大丈夫だぞ、フェリックス、ジェームズ見るな、はい、ジェー、うん、てかさ、お前らさ、ちょっとセンターバック2人サッカーやったことない、奪いたいぜ、ボールを、うわあダメだ、おい、強い J 見せてくれ、いい、こいつは強い、この J は強い、いや、これいいパス、いけるね、 J を代表するシュートー、だが恥ずかしすぎてスキップあんまりにもJJJ はクールに去るぜ、検証結果、JJJ はウニ